トゥはい、今日も始まりましたリエルの未来へトゥーゴーの時間です。ごきげんよう、柴田リエルです。この番組はこの曲トリゴイアズーリ FM 2020年10月10日開局した当日より始まりました番組となっておりまして、もう今年3周年を迎えます。この番組週2回毎回違うテーマでお届けしておりますけれども、毎週土曜日の3時からと毎週月曜日の5時から週2回毎回違うテーマでお届けし、今日は300回スペシャルとなっております。はい、ありがとうございます。もうね、週2回ですからね、月9回とか10回とか8回の月もございますけれども、もう皆様のおかげで積み重ねてあっという間の300回を放送を迎えることになりました。本当に皆様いつもご覧いただきご視聴ありがとうございます。はい、もう今日はですね、もうここに書いてあります通り、もうね、スペシャルゲストでございます。大分合同新聞社東京支社長木本支社長がね、もう来てくださっておりますので、もう今日はね、全国、いつも全国世界の方が見てくださっている番組でございますけれども、今日はね、もう大分別府の方もたくさん見てくださっていると思いますので、本当に嬉しく思っております。ぜひ皆さん50分間しっかり最後まで見ていただければなと思います。はい、もう大分別府といえばね、もう私福岡博多女でございますけども、福岡出身でございますが、私はじめ親族両親皆福岡でございますけれどもね、もう毎週のように子供の頃は別府に行き、温泉に入って過ごしていたというね、子供の頃育っておりますのでね、もう私の肌は別府のお湯で肌が育ったという感じでございます。はい、今日もね、たくさん別府の話も大分の話もたくさん混ぜて、たくさん教えていただきたいと、お話できたらなと思っております。この番組は生放送から2週間経ちますとアーカイブに上がり、何度でも再視聴していただける番組となっておりますが、今日はしっかり50分間生番組見ていただけたらなと思います。リエルグループではあらゆる業務を行っております。一緒に総合サイトをご覧ください。カタカナでリエル、またはロゴ RIIR で検索いただくと、この総合ページが出てまいります。左下にありますバナー、新着トピックスのページをご用意しております。開いていただきますと、最近ご取材いただいた、密着いただいた番組や記事などが上がっておりますので、見逃されたという方はね、ぜひ皆さんここを開いていただき、アーカイブ見ていただけたらなと思います。はい、東京、あ、 BS11 ですね。はい、クリデンスクルーカリナさんがね、ナビゲーターを務められる番組でございますが、密着いただきました。はい、注目いただき反響いただいたということで、再視聴していただけるようになっておりますので、ぜひここを開いていただき見ていただけたらなと思います。はい、そしてね、その下の方にスクロールいただいて、6月もですね、もう数々皆さんね、注目いただいて、もう私とよりもね、再生医療が皆さん注目いただいているものでございますからね、もうあらゆる取材していただいております。はい、ニュースウィークさんありがとうございます。ウォールストリートさん、もう世界版本当ありがとうございます。コルタスさんもね、はい、載せていただいて、皆さんぜひね、読んでいただいて、再生医療、もう若作りではなく若返りの時代でございますからね、再生医療がどんなものか知っていただけたらなと思います。はい、戻っていただきまして、はい、下の方にスクロールいただきまして、2ページ目、キレイクリエイター、私が考案提唱するカウンセリングシステムを全ての業務を行っております。皆様にその方に合ったお手入れ方法、商品、施術、エクササイズなど、あらゆる方面から、もう若作りではなく若返っていただく、あらゆる形で皆様に実感していただき、実際本当に若返っていただき、10個も20個もね、実年齢はただの数字というふうに捉えていただき、見た目年齢、体内年齢を若返って健康寿命を伸ばしていただくことをね、皆様にお勧めしておりますので、カウンセリングを、ね、無料で行っておりますので、ぜひ皆様ね、安心してお手入れ、あらゆる方面から若返っていただけたらなと思っております。そして下の方にスクロールいただくと、3ページ目、各ローマ字頭文字のページをクリックいただくと、各業務のご案内ページとなっております。センターにあります R はリエールセレクト、私がおすすめしている再生医療、幹細胞治療など商品を揃えております。
全国に業務医療提携しているクリニック病院のご紹介、そして東京渋谷にありますベル美容外科クリニックもここから入っていただけるようになっております。はい、もうね、幹細胞商品たくさん揃えております。スキンケア商品、そしてサプリメント、食品、医療機、美容機もね、あらゆる方面から皆様にどんどん若返っていただけるものをお勧めしておりますので、ぜひご興味ある方は開いていただき、知っていただけたらなと思います。もうね、今はね、アンチエイジングではなくリバースエイジング、若作りではなく若返っていただく時代となっておりますので、ね、もうどんな方でももう身近なものになっておりますので、ぜひ開いてご覧になってみてください。そしてピンクの愛のページ、ここは護身術クラブマガの業務でございます。護身術クラウマガは逮捕術、防護術として世界の警察が取り入れていただいている技でございまして、海外では CIA、FBI、SWAT など、日本では警察、自衛隊、大手警備会社、ボディーガード、SP さんも指導、トレーニングしていただいておりまして、採用していただき使っていただいております。一般の方には護身術ということで知っていただき、習得していただきたいものでございまして、老若男女問わず、お子様からシニアまで、皆様ね、体力に自信のない方も、健康、スポーツに自信のない方も、皆様始めていただき習得いただける技でございます。ストレス発散にもなりますのでね、楽しみながら一石二鳥三鳥、ダイエット目的にも使っていただける技でございますからね、ぜひ開いていただき知っていただけたらなと思います。はい、日本の女性では唯一インストラクター資格を持っているということもあり、ご指導に当たらせていただいておりますが、海外のドラマ映画、そして日本の映画ドラマなど、数作品にクラウマガが取り入れられているものもございますので、ぜひ見ていただき、こんなドラマ、こんな映画でもクラウマガが取り入れられていたのかということでね、知っていただけたらと思いますので、開いてご覧になってみてください。そして E のページ、不動産業務です。売りたい買いたいなんなりとお気軽にお問い合わせをください。そして赤い愛のページ、ここは世界的有名な発明家ドクター中松博士の販売店を設置しております。はい、もうね、健康寿命を伸ばしていただき、中松博士数え96の日々を送っておられますけれども、現役の発明家で事業家でございます。もう体内年齢20代30代40代のね、数値を持っておられるような方でございますからね、あやかっていただくべく、ぜひ開いてホームケア商品ご覧になってみてください。はい、そして最後 R のページ、メディアでございます。私はじめとしてアーティストもおります。そしてボクサー、ライトフライ級 WBC、WBA 世界統一王者であります寺地拳四郎チャンピオンの情報もここに載っております。9月18日東京アリーナ、東京有明アリーナで試合も予定されておりますので、もうチケットもね、一般発売もしております。ぜひ皆様会場で一緒に観戦いただき、応援いただけたらなと思います。はい、そしてあらゆる SNS もやっております。Facebook、Instagram 公式のものがございますので、ぜひ皆様フォローいただき、いいねしていただけたらなと思います。はい、この番組の最新情報、各業務のご案内、最新ニュースを出しておりますので、ぜひ皆さんご覧いただき、コメントお寄せいただけたらなと思います。はい、QR コード読み取っていただき、すぐね、登録いただいて、開いていただくように読み取っていただけたらなと思います。そして YouTube チャンネルもやっております。この動画からご覧ください。美容と健康に特化したテーマでお届けいたしております。ドクターご指導のもと、そして科学的根拠に基づいた内容でお届けしておりますので、ぜひ皆様参考にしていただければなと思います。日曜日火曜日以外の夜の7時に最新動画がアップされております。今日も上がりますので、ぜひ皆さん見ていただき、グッドボタン、高評価していただけたら嬉しいです。チャンネル登録がまだという方はぜひよろしくお願いいたします。今日のディエルのおすすめはこの一品、20でございます。中松博士のもうね、長く皆様に愛されてご愛飲いただいているものでございますけれども、20種類の薬草で作られているものでございますが、よく見ていただくとね、名前もネーミングにも発明が込められておりまして、 T はね、普通で 20TY なんでございますが、20種類のね、
お茶ということでね、野草が含まれているブレンドティーということで、TEA ということでね、20というネーミングが付けられておりますけれども、普通に薬草っていうとね、苦くて渋くてっていうイメージがお持ちになるんじゃないかなと思いますが、全くそんなこともなく、味にもこだわって作られているものでございますからね、黄金比で20種類の薬草をしっかり入れておりますのでね、皆さん飲んだ方にしかわからない実感でございますが、ぜひ皆さん試していただけたらなと思います。はい、ホットでもアイスでも飲んでいただけるものでございますが、最近のね、おすすめはね、20ロックということで、氷でね、氷用の中にこのティーパックを入れていただき、じわじわ溶かしていただいて飲んでいただくとね、一番美味しく、あらゆる実感をしていただけるんじゃないかなと思います。はい、免疫力とかもね、気になっていらっしゃる方、どんどん飲んでいただき、あげていただければと思いますし、もう熱中症もね、気になる時期になっておりますから、皆さんね、バタバタとね、ちょっと不調を訴えていらっしゃる方もおられますので、この夏、暑い季節ほど、熱中症対策にも飲んでいただきたいものでございますから、ぜひ20お試しになってみてください。はい、もうね、出がらした後は、今度は湯船につけていただいて、もうツルツルうるうるで、最後までね、使い切っていただけるようなものでございますからね、飲んだ後は湯船にということで、もう最後までしっかり健康に美容にもいいものですから、お試しになってみてください。はい、赤い愛のページから入っていただくと、この商品見ていただけると思いますので、ぜひご覧になって手に取って試されてみてください。はいはい、今日は300回スペシャルでお届けしたいと思います。もう長野会長、いつもお世話になっております。長野社長、ありがとうございます。今日は大分合同新聞社から東京支社長木本幸邦さんにお越しいただきました。ではお呼びいたしましょう。どうぞ。木本支社長、ようこそ。こんにちは。よろしくお願いいたします。お邪魔いたしております。もう大歓迎でございます。はい、もうこの日まで頑張ってきた甲斐がありました。この日を迎えることができたとは、お越しいただけるとは本当に思っておらず、もうやっとやっと300回をクリアし、待ちに臨んだこの日でございます。とりあえず最初に300回おめでとうございます。ありがとうございます。皆さん、今日ね、あれです、局に社長が入っていらっしゃった時に、スタッフが騒然となりまして、まさかまさか、あの世界から、あの世から、安倍総理が300回の記念に来てくださったんではないかと、皆さんがね、止まって、え安倍総理って皆さんがね、ちょっと驚かしてしまうぐらいにちょっと似てらっしゃるんですけれども、スタッフがね、本当騒然になって止まっておりました。よくおっしゃられるんじゃないですか。はい、もう東京に来て、特に大分ではあまり言われたことなかったんですけども、東京に来たら、まあ、実はこの前、知らない外国人から写真を撮られ、握手を求められ、なんかすごいことになったんです。まあ皆さんから本当に顔を覚えられてですね、すごく助かってるんですけども、はいはい、まあ、この前会議でですね、とりあえず新しい、私4月に東京に来たばっかりなんですけども、はい、うん、まあ、自己紹介もあったとして、はい、その時の自己紹介で安倍ですって言ったらすごい受けてですね、受ける、はい、100人ぐらいの前でそんなこと言ってしまって、もうそれからもうずっと皆さんから安倍さん安倍さんって言われてるんで、だってはい、でご挨拶でいろんなところにね、もちろんも新聞社のね、社長でございますからね、顔出しはもうフルで回られたと思うんですけども、ベテラン議員の方とかがね、衝撃で止まられたっていうね、エピソードもたくさんあるかと思います。ね、一緒に写真撮ってくれて何回か撮られましたけど、うるうるして、ね、安倍さんってね。はい、これいいのか悪いのか分かんないですけどね。はいはい、もうスーツ着られてね、本当に立たれると本当にみんなが止まっちゃいますよね。そうです、よく言われますね。ね、はい、ベテラン議員の同じ世代の方とかね、うん、大臣とかやられてたね、先生方がね、みんな止まって二度見するんですよ。はい、フリーズしてね。最近は電車の中とかでも、前にこう座ってる方が2人でこうコソコソってこう見ながら、コソコソって言ってる、だいたいこちらのこと言われてるのかなっていうふうにちょっと最近思ってですね、だいぶ慣れました。はい、はい、もう東京だとね、本当に会えるかもしれないところの距離にありますから ね、 ね、はい、そうおっしゃると思います皆さん。もうそろそろ自己紹介しましょうか。お願いいたします。はい。
安倍さんじゃないですよ、はい、皆さん、先ほどご紹介いただきましたけど大分の大分合同新聞っていう地方の新聞社なんですけども、はい、そこの東京支社、はいはい、東京支社は内幸町にございまして、そこに勤めております。で、はい、4月にまだ来たばっかりでまだ4ヶ月経ったばっかりなんですけども、そんな感じで、はい、まあ、こういうご縁がいただいて、先ほどちょっと、はい、会長とかいうお話が出ましたけども、まあ、うちの会長経由のちょっと指令のもとに指令のもとにというか、はい、出て新聞の PR をしなさいということで、ですね、呼ばれましたので今日はよろしくお願いいたします。お願いいたします、はい、東京支社といっても記者クラブのプレスセンタービルにドーンと、そうですね、もうドクター中松の誕生会をする場所にいるという、はい、中松博士がもう恒例で、はいはい、もう一番上の階でね、はいはい、毎回誕生日のねご報告をさせていただいておりますけども、そこにドーンと入っておられる新聞社でございます。はい、もう大分の新聞社の本社もすごいですからね。そうですか、はい、はい、会長がいつも写真を送っていただき本当にドーンと立っております。あんな目立つ、ね、目立ちますよね、はいはい、だって大分で高さのビルってあんまないですもんね。そうですね、今はまあもう一個二個あるんですけど、はい、当時はもう、平成7年に建てたビルなんで、はい、当時は何もなかったですね。ね、はい、すごいですよ、素晴らしい大会社でございます。いえいえ、はい、どんな方か皆さんご興味持っていただいていると思いますので、はい、社長ご自身の、はい、ことをたくさんちょっとまず教えていただきたいなと思います。そうですか、ですね、私は別府育ち、はい、大分県といえば大分市が県庁所在地なんですけども、はい、私は生まれも育ちも別府市、温泉で有名な別府市で育ちました、はい、でここに来る4月に来る前まで、うん、3月まではそこに住んでおりまして、はい、毎日お風呂に入り、お風呂というのがまあ温泉なんですけども、はい、温泉に入って、とろっとしておりました。それがまあ急にこんな大都会に来るようになってですね、はい、今一番何が寂しいかというとお風呂に入れないことですね。温泉ね、だでも、はい、ご自宅でも温泉入れちゃいますからね。あ、入る、まあ、引いてるところありますもんね。出るところたくさんありますので、ありますよ、ね、東京だとそんな街中の家ではなかなかないですけど、はい、熱海とかあっちの方行ったら別ですけど ね、寂しいですよね。私も子供の時は毎週のように別府行って温泉入ってましたけど、はい、まあ、別府っていうのは本当に200〜300か所温泉がありまして、うん、そうなんですよ皆さん、はい、有名です。そうです、町内にですね各1個ずつあるんで、うん、町内って言っても本当に狭いので、うん、本当200〜300いったら隣の温泉があるっていうような感じでですね、うんうん、私が一応町内で一番遠いのでいつも自転車で行くんですけども、うん、20秒ぐらいについてしまいます遠くて20秒ですよ皆さん、はい、でまあ本当今でいうサブスクなんですけど、はい、月に1300円出せば入り放題ということで、うん、いいですよね、はい、もう大分ともっと近ければいいのにと思いますよ、はい、そうなんですよ、うん、じゃあもうこちらにいらしてからは温泉入れずで、そうですね、ストレスになりますね、はい、でもなるべく入りたいと思いまして、はい、お休みもありまして、はい、実は昨日の夜夜中まで夜まで別府にいたという、そう、はい、昨日夜まで別府にいらっしゃった方が、はい、もう飛んで帰ってきてくださいまして、はい、本当にありがとうございます。いえいえ、とんでもない、300回記念でございますからですねわざわざ、はい、わざわざありがとうございます、はい、そうなんですよ、はい、おかげさまでゆっくりしすぎてですね、はい、体重が 4、5 キロ増えて帰ってきたという、あら、はい、安倍さんに近づいたという感じでやっております。なるほど、はい、もう大分合同新聞社は100何十年ですか。そうですね、創刊が一応明治19年ということになってるんですけど、はい、当時は報酬新報っていう会社と、はい、大分新聞っていう2つのがあったんですけども、はい、戦争の時に、うん、まあ、合併して一県一市という、うん、こう合併をさせられまして、はい、1個になって大分合同新聞という形になりました。あれですよね、キャラクターが8、そうですね、ブンブン、ブンブン、あ、はい、新ブンブン、そう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 、8、ね、大分って文語の国って言うんですけど、はい、豊かなんですけど、はい、文なんですよ、はい、で新聞の文と豊かでブンブンっていう、なるほど、はい、うちの会長がつけました、ブンブン、はい、つ
けそう、はい、アイデアマンですもんね。そうなんですよ、はい、もう素晴らしいユーモアにね長けてらっしゃって、あの中松博士と本当にね話が合うのはもう長野会長じゃないかっていうぐらいねもうすごいです。はい、宇宙人同士ですね。そうですね、はい、で137周年ですよね、はい、そうですね、すごいな。もうちょっとで140年なんですけど、ね、はい、本当に間には本当戦争もあったりとか、はい、本社が移転したりとか、まあ、疎開ですよね、本社ごと疎開した時期もあったりとか、はい、いろいろそういう、まあ、ことを乗り越えて、うん、まあ、今があるということで、本当県民の読者の本当におかげということになっております。うん、はい、今は朝刊だけになったんですかね。そうですね、あの3年前までは朝刊と夕刊をもう毎日出してたんですけども、ね、すごいですよ。今もうどこのかして新聞社も1日1回になってるのに、ね、3年前まで夕刊もね、うん、やられててすごい出してましたんですけど、ね、まあ、やっぱりあのライフスタイルの変化っていうのがですね、はい、やっぱりあの夕刊配る方もなかなかいらっしゃらないし、うん、夕刊配った時に、まあ、今共働きが当たり前ですから、うん、まあ、夕刊配った時誰もいらっしゃいないということがありますので、もうそれをぎゅっと朝刊に一つに凝縮して、うん、あとはまあインターネットの方と組み合わせて今、はい、うん、ネット版もねございますからね、はいはい、の私が伺って驚いたのが、東京とかではないんじゃないかなと思うんですけど、なんか2代3代にわたってずっと新聞社に、大分合同新聞社に勤めてらっしゃる家系の方がたくさんいらっしゃいますよね。はい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 、すごいですよね。だって普通入りたいと思っても、うん、親の世代で入ってたお世話になった会社に子もお世話になるってなかなか大変だったりするのに、うん、それが逆に入りたいって思うこともすごいじゃないですか。んそんなにね愛されて、社員からもまた次の代も入りたいと思うぐらいの素晴らしい会社って、なかなか素敵な会社ですよね。ありがとうございます。すごいですよ。だって2代3代ってね、続いてますもん ね。確かに言われてみればそうです ね、はい、世襲制にもすごいですよね。そうですね。でも毎回試験はあるんですよね。まあもちろんありますね。やっぱり新聞社の入社試験は喋、うん、りができなきゃいけないから、たくさん喋らされるんですか。いやいや、ということじゃなくて、あの新聞社によっていろいろ違うんですけど、はい、あの記者専門での採用する会社だったり、うん、うちはですね総合職って言いまして、うん、あの記者、あと営業、いろんなところにどこに配属されるか分かりませんよ、はい、ただ、はい、新聞社が新聞社で働きたいというような意思を持った方を広くこう集めて、うん、はい、まあ、あの研修中に適性を見て、はい、あなたは記者ですよ、あなたは営業ですよっていう形でやってます。へー、うん、なんか厳しそうですね。ということじゃなくて、やっぱりこう本当は自分が記者でやりたいと思って入ったら、やっぱり合わなかったっていうとなると、はい、ちょっと辛い時期を過ごすことになると思うんですけ ど、はい、うちそういうのがあればですね、他の部署に行けるっていう、まあ、逆に言うとメリットなんですよね。なるほど、はい、だから他の部署に行くと本当に会社を転職したような感じになるんですよ。あ、全然雰囲気もやる仕事も違うので、はい、だからうちあの新聞社でよく職種のデパートって言われてて、はい、あのうちも30箇所ぐらい部署があるんですけど、はい、やってることが全然違うんですよ、はい、でただやってることは違うんですけど、毎日新聞ってい う、こう製品を出してるじゃないですか、うんうん、すごくやっぱ横の連携だったりチームワークっていうのが必要とされて、うん、やっぱそういうのをちょっとできる人、要はコミュニケーション能力、はい、それ外の方ともそうだけど仲間同士も一緒にチームワークで物事に取り組めるっていう人を広く募集してやってます、はい、うん、なんか就職活動の会社説明みたいですね、はいはい、でも毎年すごい採用なんですか。いや、すごいっていうか本当におかげさまで、なんかどう言ったらいいかな、一時期ちょっとこう減ってきちゃったんですけど、うん、今ですね、会社説明会がインターネットでできる時代じゃないですか。はい、そうですね。なので、うん、会社、まあ、いや Zoom とかでね、ああいうのを使って会社説明会を全国から受けに来てくれるようになって、お、はい、なので地元の人がほとんどかと思ったら違うんですよ。今どっちかというと逆に言うと県外の方の方が多いですね。なのであの質問内容も変わってきて、はい、大分の人じゃないと受けられないんですか、うんうん、とかじゃなくて、うん、もう今大分の方じゃない方が逆に言うと採用された中で半分以上いる年もあるんですよ。へ、なんかそういう人たちも、まあ、ちゃんと安心して働けるっていう会社をちょっと我々は作ってるつもりなんですけど、
大分住みたい場所ですもんね。そうですね、結構ね温泉目当ての方とかもいるけど、うん、あの住みやすさでついつい一回旅行行ったらもう住んじゃいましたっていう方も結構多くて、大分ってあの変な言葉があって、大分の二度泣きっていう言葉があってですね、はい、大分の二度泣き、はい、二度泣き、例えば全国規模の会社さんの大分支店に、うん、はい、あなた転勤ですよって言ったら、はい、あんな田舎に行きたくないってまず1回目泣くんですよ、うんうん、で、まあ、数年してもう戻ってきてくださいって言ったら、今度は2回目の帰りたくないっていう二度泣きっていうのがあるんですね。なるほど、はい、そのぐらいちょっとそこは自慢ですよね。逆に大分住みやすいなっていうことはあります、うんうん、帰りたくない病あの泣きになるわけですもんね、はい、それぐらい皆さんもう本当ぜひ皆さん行っていただきたいところですね、はい、もちろんですね、はいはい、うん、私あの大分の空港にしか売ってないあのカボス明太が好きですはいはい、うん、お土産で大好評な、はい、はい、もうあれ大好き、ご飯とぴったり合うね、ぴったりです、はい、うん、はい、まあ、このパソコンは、いやパソコン使おうかなと思ってどうしようかなと迷ってたんだけどどうしようかなあの大分のブンブンマークとか見たかったんですけど、そうです、全然パソコンが作動されないなと思って、いやいやもうあのアンチョコも作ってきたんですけどもう全然まあいいやと思って実はうちの会社あの面白いこともやってまして、はい、あせっかく作ってきたんでうちの会社概要を見てもらいましょうか。はい、はい、ですねちょっと今映りますので、はい、会社概要作ってきたんですよ。で昨日、はい、っていうのは実は嘘で今日うちの本社でインターンシップが開かれてるんですね、はい、その資料をちょっと送ってもらって、はい、私がちょこっと格好しただけなんですけど、なるほど、あの、まあ、大分にはこんな素晴らしいものがありますよって、食べ物がまずおいしいですね。おいしいですよね、はい、ふぐ刺しおいしい、団子汁おいしい、鶏天おいしい、うん、おいしい。でなんでこんな説明をするかっていうと、はい、さっき言った、うん、県外の方が受けに来てくれるからこうなったんですよ、うん、まずは会社説明でこんな説明することなかったんですよ、うんうん、みんなさん大分なので、うん、だけどこういう説明しないといけない時代になったんですよね今、うん、はい、まあ、あとはもうご存知のとおり別府の温泉巡り、あとは高崎山って猿、はい、であと湯布院ですね、はい、湯布院、あれも大分にございます、はいですね、温泉いいですよ、はい、まあ大分駅前がこんなとこで、まあどんなど田舎かなっていうことをちょっと払拭するためにこういう建物もありますよという、はいはい、一応ご紹介ですね、はい、でこれはまあうちの、社税、はい、とことん地域密着っていうのと、はい、まあ、メイキングニュースつけたっていうことで新しいを共にということで読者の皆さん県民の皆さんでいろいろ新しいことにチャレンジしていきましょうっていう、はい、まあ、ことでやってます。でまあ県内にこんだけ支社支局とかさ総局ですね、はい、ありますよって、県外には東京と福岡にあります、うん、っていう、私が今東京にいると、はい、いうことになっております。はい、はい、あこれがさっき言った本社ですね、はい、はい、実はですね多分日本で唯一なんですけど新聞社の中に温泉があるんですよね、うん、よくそれは伺います。あといいですよね、別府の総局にも温泉があって、はい、まあ、あとここに書いてないですけど湯布院支局っていうのがあって、そこの中も温泉です、はい、もう社員さん入りたい放題、入りたい放題ですね、はい、そんな感じですね。あとね、あの保育園があるんですよ社内に。素晴らしいですよね、はい、これも社員の方がですね安心してあの働けるようにということで、うん、まあ、あの朝お子さんを連れてきて仕事終わったら連れて帰ると、もう働きやすい素晴らしい会社でございますという感じですね。あとカフェもあります、うん、はい、でこれがですね実はあの大分報道支部ってこんなことやってます。アイリッシュパブ、そうです、パブやってるんですよ。え、新聞社なのにパブやってるんですか、はい、もう飲みつけばっかりですから5時過ぎたらすぐ飲み行けるというようにというかですね、本当にあのこれあのコロナ禍でも本当皆さんのおかげでなんとか乗り切って、これはシャワリで飲めるんですか。シャワリじゃないんですよねこれが。でもまあリーズナブルなんですよね、はい、多分ね。もう本当常連さんも多くてですね、あのこんなことやってで右側ちょっと今かぶってますけど、はい、はい、すみません、あのラグビーのワールドカップが大分で開かれてですね、はいはいはい、あの時とかも外人だらけ、うん、ですよね、すごい賑わいました。これいつからアイリスパブは、これ2018年かなぐらいかな、はい、まあ、でも最近ですよね。最近ですね、はい、もう飲食店、飲食もやってるとは、はい、もう今直営で。最近なんかテレビ局がスポーツジムやってたりとか、うん、なんか結構いろいろね、あの異業種になってきてますよね。そうですね、へえ。すごくここはもう皆さんに大好評ということで終わりました、
早っギュッとまとめた感じなんでしょうけど、はい、足りてない気もする、はい、あと私がいつも入ってる町内の温泉の写真撮ってきました。はい、町内の温泉、はい、私がいつも入ってる温泉なんですけど、どうせなら社内の温泉見たかった。社内の温泉の写真ちょっと持ってくるのあれなこれ私がそこ持って今回私が入ってる温泉ですね。なんで近所、まずは会社の温泉でしょう。そうですよね、ちょっと撮ってくるの忘れましたねこっちの方がちょっとあの面白いんですよ。あの温泉って、はい、普通別府の温泉って大体こんな感じなんですけど、はい、シャワーも何もないんですよ、はい、で、あの周りの縁が低くないですか。低いでしょ、うん、なんでが低いかというと、あの中のお湯で頭洗ったり体洗ったりするんですよ。確かに洗ってたかも、ちっちゃい時、はあ、だからあれが高いと手が入らないので、はい、あの低くしてるんですよね。あ、そういうのがここつぎにくいですもんね。そうです、洗面器でこうやってあの頭洗ったりで、どんどんお湯が出てるから減りゃしないってことでしょうね、はい、う全然かけ流しというかもう すごいですよ。でも入ったところのお湯洗うんですか。ですです。はい、なんか東京の人だとえって思っちゃうかもしれないですね。そうですね、うん、もうそれはもう昔からのあれなの、全然私たちは何とも思わないんですけど、うん、もう確かにみんなのベベベって適当に洗ってバーンってまず入るんですよ、洗わずに、うん、その途中でそのお湯で洗って顔を洗ってってやってるんで、はい、何も確かに言われるまで今気づきませんでした。うん、確かに私もちっちゃい時はあの家族とか父親とかみんなそんな感じだったけど、今ふとなんか東京に慣れて今見ると確かに東京の人は違和感はあるかもしれないです ね、うん、シャワーがないって思う。シャワーないんですよ、うん、はい、いいんですよそれで、はい、はい、いいですね。いいです。あれ、あ、温度って、あ、温度はやっぱ暑いんですよ、ね、地元の人が入ると暑いんですけど、うん、最近はやはりあの小さい子供さんもやっぱ入る時間帯もあるので、はいはい、まあその辺の時はもう線をして、はい、水を出してちょっと埋めたりとか、はい、いうことはやってます。温泉の暑いのがすごい大変で、ゆでだこみたいになっちゃうから、そうです、ね、ちっちゃい時も勝手に水埋めてたらめっちゃ怒られました。そうなんです。そういう人がいます未だに未だに、はい、でも私はどっちかというと暑い方が好きなので、はい、やっぱ暑くします。うーん、はい、夏でもやっぱ暑いの一瞬入ると、はい、ポッと汗が引くんですよ、はい、でいいんですよ夏でも。そうなんです。逆に暑い方入ると、入ったら上がったらこの涼しく感じるんで汗がポッと引くんですよ。なるほど。でもポカ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 、それ入りすぎてやっぱもう延々に汗止まりませんからねもうダラダラですか、はい、あれ何度ですか温泉。測ったことないの私測ろうよ本当に肌の弱い方が入ったら本当赤くなってますもんね。ですよね、はい、もう本当ゆでだこみたいになっちゃうんですよ。そうなんですよ。でもあの中松博士曰く、うん、41度の お湯に、うん、15分ずっと首まで使ったら、うん、病も飛んでいくって治療法ですよ。いや本当そうです。あの基礎体温を上げるとやっぱり病気になりにくいじゃないですか。免疫力しっかり温まって、はい、あの睡眠も深くいい感じになるからって。でも温泉だから41度よりありますよね。ありますあります、ね、あのこれ私の個人的な本当に個人的な意見なんですけど、私がコロナ禍でも入ってたんですよ、はい、皆さん当然ぐちゃぐちゃ入ってますよね、うん、マスクしてませんよね、はい、でみんな喋ってますよね、はい、誰もなってないんですよ、うん、なんかもしかしたらなんかそういう効果が、うん、あったんかもしれません。がんも腫瘍もそうですけど、うん、病もそうですけど、菌ってねあの41度以上で結構そうです、ね、居心地が悪くて出ていくって言いますから ね、うんうん、そうですね、うん、正解でして、はい、多分それはそんな感じです。はい、はい、なんか写真他にありますかね。ピッタリ。あ、そうそう。別府であの有名なのが、はい、別府冷麺っていうのがあるんですよ。あ、はいはい。聞いたことありますか。あります。別府冷麺先日食べ行ったら写真撮ってきました。これあのうちの近所の六星っていう有名なとこなんですけど。はい。なんかでも冷麺っぽくないですよ。お蕎麦っぽい色ですよね。そうですね。やっぱあの、うん、蕎麦粉が入ってるんで、うん、でもあのすごくあっさりして夏とか本当に美味しいですよ。冷たいんですけど、うん、はい、すごく美味しいです。冷麺ですからね。はい。温麺もあったかくはないと思いますよ。これでも温麺もあるんですよ。メニューとしては。種類でね。はい、種類で。うん、はい。まあ、氷がちょっと見えないから温麺っぽくも見えますけどね。そうですね。はい。実際氷入ってません。はい、はい、ということで、はい、あの次の写真は何かあるかな社長、はい、昨日まで大分で別府で、はい、今日あの
このために帰ってきてくださったわけじゃないですか、はいはい、なんかあのお土産的なものは、そう忘れてましたお土産もらえないで帰っちゃうのかと思って私はこれお土産買ってきました催促したみたいで申し訳ございませんそうなんですよ、すごい、何これ箱、これザビエルっていうお菓子なんですけど、ザビエル、はい、すごいなんかあのビロードみたいな、うん、箱がすごいでしょ、はい、なんか辞書みたい、はい、辞書みたいです、開けていいですか、開けていいです、すごい箱、すごくないこれ箱、クオリティがすごい、そうなんですよ、これなんかね、なんていうかこれ、なんていうんですよね、ふかふかというか、え、ビロードみたいな、ビロードですか、あれ、なんてこれすごい箱がクオリティ高い、はい、ちょっと置いて置いて置いて中身、おまんじゅう、おまんじゅうっていうかですね、これ2種類あるんですけど、本当にこういう、なんていうんですかね、美味しいんですよ、ちょっとこう、柑橘っぽい味がしたりとか、柑橘っぽい味、いただきます、はい、どうぞ、ここで食べていいんだっけ食べちゃダメかな、いいですよ、いいですよこれあの、実はちょっと歴史がありまして、なんでザビエル、あ、え、なんでザビエルっていうんですか、はい、調べてきました、長崎じゃないのに、ですね、ザビエルという名は日本に初めてキリスト教を伝え、はい、これも皆さんご存知だと思うんですけど、文後、文後国府内、文後国府内、要は現在の大分市で布教を行ったっていうことで、はい、フランシスコ・ザビエルにちなんで付けられたという名前、はい、意外と読むの下手ですよね、はい、そうなんですよ書くのも下手ですけども読むのも下手ですこれずっと長久堂っていう会社が作ってたんですけど、はい、そこは自己破産してしまったんですよ、はい、一回なくなったんですよ、はい、ただやっぱりこう、あ、どうぞ食べてください、いただきます、食レポをやってください、うん、なんとなくこう柑橘っぽい、うん、柑橘っぽい味がするですよね、うん、でなんか汁あんっぽい感じ、はい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 、おいしい、はい、これはいい、はい、うん、でこれはやっぱりこう亡くなっ、大分を代表するお土産だったので、うん、亡くなったら嫌だなということで、うんうんうん、元そこにいた社員のさんがまた会社を作って、うん、あのもう一回作り始めたという、で今こういうことになったんですというちょっとことを調べてきました、早く催促したみたいな、ごめんなさい、さっきここで開けちゃって全部中がガーって落ちてしまってですね、すいません、大変なことになって並び替えたらちょっと色が左右混ざってるという、すいません、うん、いや本当はこうなんですね、金、金別、銀別、本当だ、そうなんですよ、金とシルバーが確かに混ざってた、はい、ごちゃごちゃになったんですね、はい、すいません、さっきここで落としてしまったこれゴールドとシルバーのこの味の違いがあるんですか、うん、少しあります、どう表現していいか私は分かりませんがありますこれ人のとこ持っていくばっかりですね、あんまり自分食べないですもんね、うん、はい、おいしいですよ皆さん、はい、ぜひぜひ大分に行かれた際には、東京では 見ない、東京ではですね、有楽町にある大分のアンテナショップでザライっていうレストランがあるんですけども、うん、そこで売ってます、うん、はい、なるほど、まあこれでこんな豪華な箱がついてそんなに高くないよ、これこの箱すごいいいですよ、うん、はい、上等な感じで、なんかこれ終わったらたなんか使えますもんね、この箱、うん、なんかあの、うん、本棚に置いてたらなんか縦にも見えるし、うん、辞書にも見える、うん、すごい、これなんて書いてるんですか、ここには、あ、読むの私ダメなんですよね読むのも書くのも喋るのもダメだから社長なんですね、そうそうそう、お飾りおい、 いやこれから本当楽しみですね、あの木本社長のまたワールドがどんどん広がって、いえいえいえ、またまた発展して、はいはい、どんどんちょっといろんな企画で盛り上がっていけたら嬉しいです、ちょっと楽しみにしております、はい、そうですか、いやいや、もう300回に絶対ふさわしくない人間です、ただのサラリーマンの東京社長が全然スペシャルなゲストじゃないんですけども、すいません、いえいえ、もう本当に待ち望んでおりましたそうですか、はい、
東京に来て一番初めに行ったとことか何をしたってあります？そうですね、東京に来て何したかな。まずは飯食うとこ探しましたね。あ、そっか、お一人でいらっしゃ、単身でね、いらっしゃってるからね、もう近所歩き回ってですね、やっぱりちょっと落ち着くのが商店街だったので、近所に商店街ないかなと、私今大崎っていうところ住んでるんですけど、歩いたら戸越銀座まで行ってしまって、やっぱあそこをこう歩くとすごく落ち着いて、あそこでちょっとおかずとかいろいろ買って帰ったりとかいうことを最初にしましたね。東京に来て辛いこと、残念なことはまず温泉に入れないことですよね、あとは何ですか？やっぱバイクとかが好きなので、それが今持ってきてないんで乗れないっていうのがですね、ちょっと寂しいですね。なるほど、車とバイクに乗る機会が東京だと減りますもんね。そうなんですね。なんかこうあれを一日中こう、ね、触ってたら飽きないじゃないですか。そうですね、リエさんもね乗られてるんでわかると思いますけど、確かにあれができなくなると本当に寂しいですね。あとはなんか暑さとかどうですか？なんか九州だと暑い感じが多分見れる方、皆さん、ね、思われるかと思いますけど、東京の暑さと大分の暑さはどうですか？全然質が違いますよね。やっぱこちらはこうなんていうか、歩いてたら吹き出してくるじゃないですか、街からも、室外機からも来るし、もう反射もすごいし、ちょっとこう太陽がいくつもあるようなイメージでこう感じてしまうんですけど、まあ地元もやっぱり九州も暑いんですけど、なんかこうさっぱりした暑さというか、暑いんですけどですね、ちょっとひねくれた暑さじゃないですか、こっち。なんとなくこういろんなところから暑いのがこう飛んでくるような感じがして、そうですね、それがちょっと違うな。湿度もね、もう思いっきり違いますもんね。で地方だとやっぱり暑いと車とかに逃げられるじゃないですか、車で移動とか、こちらも電車っていうか公共交通機関と歩くしかないので、もうびちょびちょになるじゃないですか、この時期。なりますね。福岡は結構バスがいっぱい、東京もまあねありますけど、大分は何が主流なんですか？やっぱ車ですね。バスはあんまり。大分市内バスは結構安く乗れたりするんですけど、別府市内は全然、私一応別府駅から徒歩10分ぐらいの街中なんですけど、1日2本しかバス来ないんですよ。そうなんですね。なんでか知らないですけど、バスの停留所はあるんですけど、1日2本しかないんですよ。そうなんだ、ドル箱じゃないんですね。違うんですね。もう福岡とかバスだらけ。うちのだから母親もまだ車乗ってますね。81歳ですけど。素晴らしいです、もうなんか車椅子代わりに乗ってますね。でもそう考えるとね、車で移動した方が楽ですし、車でもうだっていろんな意味で頭も使うし、いろいろ気も使えますからね。そうですね、結構それもいいかもしれませんね。東京の人って運転たまにしかしないから、すぐ返上返納とかね、返上って言いますけどね、免許をね。そうですね、だからまあ人に迷惑さえかけなければですね、いいと思うんですけど、そこだけがちょっと心配ですけどね。なるほど、じゃあ東京に来て移動が車バイクとかがモーター系が触れないのが、いやそうですね。あとは歩くじゃないですか、やっぱり。で私張り切って、こっちに来るときに新品の革靴を買って、で初日を迎え、同僚に挨拶回りで初日2万5000歩ぐらい歩いたんですよ。で帰ったらですね、足が痛くて血だらけになって爪が剥げててですね大分にいるときにこう靴屋さんに行くと、革靴があります、かっこいい革靴がありますの、横にこうウォーキング革靴みたいなのあるじゃないですか、ありますね。こんなダサいの誰が買うんかなと思ってたんですけど、速攻次の日買い行きました、こちらで。楽ですからね、本当楽です。楽です。もう格好とかどうでもいいです、もう本当に歩きやすい靴が一番いいですね。長野会長も歩きやすい靴がいいって言って、そのスニーカーっぽい靴を履かれてるんですけど、なんかでもめっちゃ重くて、実はトレーニングシューズかなと思ってるんですよすごい重さがついてるんですよね。そうなんですよね、多分足腰あれで鍛えられてすごいですよね、本当もうすごいですよ、鍛え方が。そうですね、元気ですもんね、本当皆さん元気ですよ、あやかりたいですね。はい、はい、そうですよ。
先輩方がすごすぎて。いやそうなんですよね、うん、はい、まあ、そうならないために気をつけないといけないんですね、はい、うん、新聞社の男女の割合はやっぱり男性が多いんですか、うん、今のところは全体で見るとそうなんですけど、うん、最近は女性が8割の時もあるんですよ、入社で。じゃあこれからどんどん育っていくと、はい、女性が多い世代が、役職の方が多い時が、女性がもう本当に優秀ですもん。おお、同じ土俵で戦うとやっぱ男性負けますもんね。こうやっぱこう喋るもそうですし、勉強もそう、まあ、試験もそうですけど。そうですか。やっぱ女性の方がですね、やっぱこうたくましいというか優秀です。うん、そう考えるとさすがですね。雇用も最先端というか、うん、ちゃんとね、そうですね、そういう人たち、ね、うん、考えをこう変わってどんどん雇用の比率を変えてるっていうのもさすが大分新聞社ですね。うん、まあ、なので例えばこう育休の取得率だったりとかいうのも今ずっと 100% をずっと維持してて、うん、まあ、男性も女性も含めて、はい、もうそういうこうなるべくこう職場環境というか働き方改革をして、はい、いい風にこうどんどんこうやっていってるんで、うん、まあ、ますますそういう形になるんじゃないかなと思いますね。じゃあもう何年後もう近い将来、じゃあ女性役員とか女性の活躍がすごい、うん、たくさん見える会社になりますね。そうなってほしいですよね。いやだってもう雇用率が逆に8割女性になってたりする年もあるわけですよね。そうですね。と大きくするとそういう近い将来、そういうのが結構目に見えてくるんですよね。まあ、近いかもしれませんね。ね、うん、楽しみですね。そうですよ、はい、そうなんですよ、うん、まあ、アイディアがだって豊富ですからね。まあ、会長も社長も皆さんね。そうなんですよね。なんかこう新しいことやろうと思ったらできやすい環境でありますからね、うんうん、すぐ新しいものを吸収し、うん、アイディアをたくさん交えて改革されてますもんね。うん、そうですね。素晴らしい会社でございます。あとなんかの新聞見るとそう、あれこっちで大分市行動新聞って取れるんですか？取れますよ。取れますし、今ウェブ版もあるので、はい、インターネットでの契約をしてもらったら、うん、インターネットでスマホとかも、はい、で見ることもできますし、うん、はい、カラーが多くないですか？新聞のイメージって私は白黒のイメージがあるんですけど、大分行動新聞社の新聞ってカラーがすごいなっていう、うん、あ、そうですか、ありがとうございます。本当に色とかは綺麗だってよく言われます。はい、はい、新聞なのにカラーの方が多かったりするんですよ。あと写真が多い。そうですね、写真多いですよ、ね、はい、新聞のなんかないんですか？今日ね、持ってきたんですけど本当に出すのまた忘れてて持ってきてるんだ。そうなんですよ。よかった。ここで持ってきてないって言われたらどうしようかと思ったけど。すごいですよ、もう今日の新聞も持ってきたんですよ。今日のほら見て、写真だらけでしょ。でカラーなの。新聞にしたらすごくない？そうなんですよ。もう持ってきてるもん全部見せようよ。そうですね確かにカラー多いですね。でしょ、はあ、私これにすごいびっくりして印象的だったんですよ。なんか子供でも楽しみながら見れる、うん、入りやすい。なんかほら絵とか写真があると読みやすいイメージがあるじゃないですか、ね、大分合同新聞社さんはカラーで写真が本当多いし、絵も多いから見やすい。楽しみながら見る。字がいっぱい並んでてね、なんかもう、もうザ新聞っていうのも大人にはいいんでしょうけど、でもなんか活字にやっぱりなんか遠ざかってるところもありますからね。そうですね。だからそういう方のために今高校とか中学、学校に私たちが出向いて、うん、その読み方講座をしたりとかね、はい、まあ、いろいろそういうこともやってますよ、はいはい、皆さんぜひ見てみてください。あとネット版もありますから ね、 ね、はい、大分合同新聞、はい、ぜひ皆さん見ていただけたらなと思います。忘れるとこだった。忘れすぎだよ他にない？他はもう大丈夫ですね。はい、うちのキャラクターがキティっていうことですね。え、キティキャラクターなの？うちキャラクターなんですよ。サンリオさんと契約してまして。あ、そうなんですか、はい、そこにブンブンがいないの？いるんですよ。あ、いた、ブンブンこれですよ、ブンブンです。皆さんブンブンでございますよ。大分合同新聞ブンブンのキャラクターでございます。はい、サンリオキティちゃんと。そうです、そうです。それもちゃんと言ってよかった。そうですね、もう、よかった。私忘れてないですか？もう大丈夫だと思いますね。はい、もう大丈夫です。今日300回スペシャルは、大分合同新聞社東京支社長、木本幸邦
社長に来ていただきました。皆様楽しんでいただけたでしょうか。またもっと見たいという方はもう一度2週間後のアーカイブを楽しみに待っていてください。はい、大分の方、別府の方、ありがとうございました。はい、長野会長ありがとうございます。長野社長ありがとうございます。ではまた次回を楽しみに待っていてください。ごきげんよう。京都社長ありがとうございました。